カロリーナ・コストナーは、イタリアのフィギュアスケート選手。2014年ソチオリンピック銅メダリスト。2012年世界選手権、優勝。2011年 GP ファイナル優勝。2006年トリノオリンピック2010年、バンクーバーオリンピック2018年ピョンチャン、オリンピックイタリア代表、欧州選手権、通算5回優勝など。ラディン語、イタリア語、ドイツ語、英語。 フランス語を話す。トリノ五輪開会式では、イタリア選手団の騎手を務めた、フィアンメアズール所属。2002年ソルトレークシティオリンピックで、同じく、イタリア選手団の騎手を務め、アルペンスキー種目で、銀メダルを獲得したイゾルデコストナーは重視に当たる。ここでは日本語メディアに多い表記を使用しているが、ボゴラディン語やイタリア語での読みに近いカロリーナ。 コストネルと表記する場合もある。イタリアにおける意識調査で好きな女子スポーツ選手で1位になった。同国の人気アニメ、ウィンクスクラブをアイス消化したウィンクス・オンアイスに主演し、ヨーロッパツアーを行っているほか、関連商品も発売されるなど子供からの人気が高い。また他にも多数のテレビ CM や衣装提供スポンサーだったロベルト・カバリの広告。 ファッションショーにも出演した。2010年に鳥の大学を卒業。かつて2009から2010シーズンまでは、好不調の波が激しく、期待されながらも不本意な結果に終わることがしばしば、あった。だが2010から2011シーズン以降は、各大会で好成績を上げるようになり、表彰台の常連者となった。サッカーは、ユベントス FC のファンである。 長い手足を生かした表現力と男子並みのスピード感があるスケーティングが持ち味。特にスケーティングスキル、伸びやかさ、ダイナミックさなどは世界のトップレベルとされている。アクセルを除いた5種類の3回転ジャンプを今まで競技会で用いている。2017から2018シーズンは SP では連続3回転ジャンプとしては最低難度の 3T プラス 3T。 FS では連続3回転ジャンプなしという低難度の構成で唯一 GP シリーズで表彰台に立っている。なお、ジャンプの回転は時計回りとなっている。2007年に NHK 杯において女子では ISU 公式競技会史上初となるステップシークエンスのレベル4を獲得し、その後もたびたびレベル4を獲得している。コーチのミハイル・フースと ボルツァーノ自治県のオルティセ生まれ、アイスホッケー監督の父とフィギュアスケート選手の母を持ち、4歳からスケートを始めた。12歳の時にホームリンクが閉鎖され、オーベルストドルフに練習拠点を移す。早くから頭角を表し、2001年には14歳でイタリアジュニア選手権優勝。直後、ドイツのスポーツ専門学校に留学して、 旧東ドイツ出身のミハイル・フースに支持した。2002から2003シーズンには、ジュニアグランプリファイナルで2位、シニアの欧州選手権では4位に入った。翌2003から2004シーズンからは、シニアの大会に出場を続け、2005年世界選手権では、難易度の高い3回転フリッププラス3回転、トーループプラス2回転ループのコンビネーションジャンプを、ハイスピードで美しく決め、 イタリア女子シングル27年振りのメダルとなる銅メダルを獲得した。2006年2月のトリノオリンピックでは開会式でイタリア選手団の騎士を務めた。開催国の選手として注目されたが SPFS どもにジャンプの転倒や細かなミスが響いて結果9位に止まった。同年3月の世界選手権でも12位に終わる。2007年イタリア選手権は インフルエンザのため棄権した。2007年1月の欧州選手権では FS で逆転して優勝を飾った。同年3月の世界選手権の SP では難度の高い3回転フリッププラス3回転トーループのコンビネーションジャンプをクリーンに決め、3位スタート。しかし FS ではジャンプ転倒などのミスが目立って総合6位入賞に止まった。2007から2008シーズン ネーベルホルン杯で優勝、フィンランディア杯では3位となった。グランプリシリーズ初戦の中国杯では SP でトップに立つも FS ではミスが目立ち総合3位となった。第2戦の NHK 杯でグランプリシリーズ初優勝。地元イタリアで開催されたグランプリファイナルに初出場、自己最高得点で3位となった。2008年1月の欧州選手権では、 連覇を果たす。同年3月の世界選手権では、SP は3回転プラス3回転のコンビネーションジャンプなどを完璧に決めて、自己最高得点を更新とはいかなかったが、首位発進となった。FS では、ジャンプの細かいミスが重なり、念願の世界選手権優勝は逃したが、自己最高の2位に入賞し、銀メダルを獲得、3年ぶりの世界選手権メダリストとなった。 2010年1月の欧州選手権では SP と FS で共に1位となり2年ぶり3度目の総合優勝を果たした。同年2月のバンクーバーオリンピックでは SP は7位だったものの FS での度重なるジャンプ転倒が響き結局16位に終わった。続く同年3月地元トリノで行われた世界選手権では FS ではほぼノーミスの演技を披露。 ジャンプの回転不足を取られたこともあり得点が伸びず6位入賞に止まったが観客からスタンディングオベーションを受けた。メディア、表情競技連盟等からの厳しい批判を受け、精神的に厳しい日々を送っていたこともあり、盛大な声援を送ってくれた観客に大志感謝の意を述べた。2010から2011シーズン NHK 杯で自身2度目の優勝を果たした。 欧州選手権では SP で6位と出遅れたが、FS で1位、総合で2位となり、6年連続で表彰台に立った。世界選手権では SP で、転倒のミスがあったものの、FS で3回転ループが1回転になった以外は、ほぼ完璧な演技を披露し、FS の自己ベストを更新させ、総合で3位となり3年ぶりに、世界選手権でのメダル獲得となった。 2011から2012シーズンのグランプリシリーズはルール改正により前年度の世界選手権上位6人に与えられる権利を活かし3大会にエントリー前年に左膝を痛めて以来プログラムからルッツジャンプを抜いた構成だが安定した演技でスケートアメリカは2位中国杯で優勝エリック・ボンパール杯でも2位となりグランプリファイナルでは総合点で 自己ベストをマーク、初優勝を飾った。続く、欧州選手権でも優勝。10度目となる、世界選手権で、SP は3位発進だったが、FS ではほぼ、ノーミスの演技を披露して1位に。FS、合計点で、自己ベストをそれぞれ更新。世界選手権で悲願の初優勝を果たし、イタリア人初の世界女王となった。2012年7月6日、 引退の可能性を示唆したが、7月12日に2014年、ソチオリンピックまで現役続行と発表し、2012年12月にゴールデンスピンで国際大会に復帰した。欧州選手権では5度目の優勝。2006年から8年連続でメダルを獲得しており、女子シングルでは最多記録となる。世界選手権では2位で3年連続でメダルを獲得した。 2013から2014シーズン、中国杯で3位、ロステレコム杯では2位。イタリア選手権は、欧州選手権は、SPFS 両方のプログラムを急遽変更の上、出場して、総合3位だった。ソチオリンピック団体戦では SP で2位だったが、イタリア代表としては、総合4位入賞と表彰台には届かなかった。女子シングル個人戦では、 SPFS の両方で自己ベストを更新、総合3位入賞を果たし念願だった、冬季五輪の銅メダルを獲得。イタリア代表としては2002年、ソルトレークシティオリンピックのアイスダンスで、バーバラ・フーザルイコール・ポリ、マウリツィオ・マルガリオ組が3位に入って、以来、3大会ぶり2組目のイタリアの冬季五輪メダリストとなった。12年連続12回目の出場となった。 世界選手権では SP で自己ベストをマークし2位に。FS ではジャンプミスが響いて総合3位に終わったが自身4年連続で通算6個目のメダルを獲得した。6月19日2014から2015シーズンの試合を欠場することを発表した。2014年11月28日イタリアオリンピック委員会のドーピング検査員により2012年 当時の恋人である北京オリンピック競歩金メダリストのアレックス・シュバーツァーに対するドーピング検査回避を報除したことにより4年3ヶ月の出場停止処分が要求された。2015年1月16日にイタリアオリンピック委員会により1年4ヶ月の出場停止処分を科された。2015年10月5日、スポーツ仲裁裁判所により5ヶ月の処分延長が 発表されたが、同時に、処分の開始が2014年4月1日に、改められたため、2016年1月1日より、試合への参加が可能となる。2016から2017シーズン、ISU チャレンジャーシリーズゴールデンスピンハイで、競技会復帰。復帰初戦の CS ゴールデンスピンハイでは、196.23という高いスコアで、いきなり優勝した。 ヨーロッパ選手権ではジャンプに乱れがあったが持ち前の表現力で高い評価を受けマリアソツコワを破り3位に入りロシア勢3年連続表彰台独占を阻止した2年ぶり13回目の世界選手権では SP8 位から FS5 位のスコアで総合6位と巻き返しオリンピック出場枠2を確保した2017から2018シーズン 4大会連続の五輪出場となる、ピョンチャンオリンピック団体戦では前回と同様 SP で2位につけるも、イタリア代表としては2大会続けて、総合4位入賞に止まった。女子シングル個人戦では、SP6 位、FS5 位の総合5位入賞、メダル獲得は逃したものの2大会連続の五輪入賞を達成した。ピョンチャン五輪から1ヶ月後、 自身2年連続通算14回目の出場、地元イタリアのミラノで開催された世界選手権では SP で自己ベストを更新し首位発進。6年ぶりの世界選手権優勝も期待されたが、FS ではジャンプの失敗が続いて総合4位に下がり、4年振りの世界選手権、表彰台は惜しくもならなかった。ありがとうございます。